はい、どうも、シュウティーブでーす。お願いします。というわけで、本日は亀井所沢店さんにいます。今回はね、良平が仕事で休みということで、あいにくのね、雨ということで、今日は野球ショップに来ております。今回は、軟式グローブの紹介を、していきたいと思います。まずは見ていくとですね、ここ、ずらーっとあちらの萌えよ自分ってところまでは軟式用のグローブコーナーになっています。そして後ろ側にあるのがですね、ちょっとこうおしゃれなね、草野球人が使いそうなカラフルなグローブたちがあります。はい、まあ、その中で、まあ、僕といえばやっぱちょっとこう派手なイメージがあると思うんで、今日ちょっとこっちの方をまずは見ていくんですけども、まずこちらウィルソンのワナビーヒーローというグローブがあるんですけども、まあこれなんかさ、メインがグレーなんですけど、このラインがオレンジとか緑とか、ちょっとおしゃれな色の使いになってますし、これがなんだっけ、この革質っていうんですかね、この結構こう強いグローブらしいんですよね。スーパースネークスキン、すごいおしゃれですね。これはなんだろう、ウィルソンってトイニークラブのイメージがある。すごい渋いグローブ、ブラウンとネイビーの組み合わせ、4種類ぐらい使ってらっしゃる。はい、ウィルソンありますけど、ウィルソンって書いてあるこのラベル版のグローブもあります。結構種類もあるし、カラーも結構豊富なので、非常におしゃれなグローブだと思います。で、ここはね、 Z のおしゃんなグローブたちが、限定グローブたちがおります。この HWEB のグローブ、おしゃれです。で、ここにプロステータスと書いていますし、ここ柄がついてるんですよね。これは日本製のステアレザーを使っているということで、素晴らしい。サイズは4、カラーは2519、内野のショートセカンド用のグローブになってます。これが結構種類が多くてね、なんか他のお店だと結構売れてて品切れが多いと思うんですけど、ここはまだありますので、気になった方はぜひとも来てみてください。はい、はい、そしてですね、まあ、こちら、まあ、見ていくと、まあ、オールスターモデル、2年前のやつかな、3年前のやつかな、そのぐらいのやつのグローブもありますし、まあ、こっち見ていくと、なんかこれ去年出たやつかな、これなんか特徴すごいあると思うんですよ。まあ、カラーもちょっと黒なんだけど、黒じゃないようなちょっと感じなんですけど、これ浮き出てます。これ、こんなグローブなかったし、今までテックファイヤー新成形パーツ採用により、高度調整可能な機能性、新たなデザイン性、お値段2万2000円となっております。素晴らしい。あ、2万2000円割引かれてる、1万9800円です。サイズもそこまで大きくないし、内野仕様ですごい使いやすいかなと思います。まあこういったカラーも、別のカラーもあるのでね、もう2万円あれば買えるグローブですね。はい、出ました、去年のオールスター、オールスターカラーです。まあ、他にもこういったね、わーっとありますよ。個人的にこれすごい気になるわ、紫赤のこの組み合わせ、これしかも1個しかないし、あ、外野もあるわ、外野手もあったわ、外野手もある。はい、こんな感じでね、グローブ紹介って大変だね。いや、これこれ値段1万7000円ですよ。1万7000円で買えるの、これはやばい、これはちょっといいなって思いますね。はい、はい、続きましてこちら、まあ、学生でも使えるような軟式グローブということで、紹介していくんですけども、まあもうざっとですよ、僕なんかグローブわかんないのでね、亀井スポーツさんにこういったグローブがありますっていうところをお見せするためなんで、しっかり見てほしいと思います。まあ、バーッと見るとミズノ、SSK、Z、 ウィルソン、ブワーッとありますよね。ザナックスもあります、トラストシリーズですよ、いいやつありますよ。外野手用、内野手用、オールラウンド用とか様々ありますし、前回行った時は春夏モデルっていうんですかが入荷する前だったら、ちょっとこう結構ね隙間空いてたりしたんですけど、もう今ぎっしりじゃないですか。ミッド系ですね、ミッド系。なんか良平が確かこの叫びのオレンジを買ってたかな、確か、 あと Z も買ってたかな、なんかこう2種類買ったんだよね、やつね。ミッド多いな今日、でも見た感じミッドが多い。でファーストミッドもある、ファーストミッドもこの赤の Z のプロステもあるし、黒もあります。軟式、まあ、軟式だからやっぱりね、中学軟式だったり、まあ、女子軟式、草野球か、軟式ででも4万とかするグローブもありますけど、まあ、大体3万弱ぐらいで購入できるので、そのデザインが今いいので、もうなくなる前に新しく買うことを検討している方は、お店に行ってちょっといいのを探しておいた方がいいと思います。はい、
で、まあちょっとこっち行くとさ、ピッチャー用があるじゃないですか。これさ、まあもうラベル最高、グローブの革最高、もうステッチがまさかのオレンジっていうところで、ちょっとこう存在感がさらに倍増してますね。これ倍増中です。これはな、そこそこ縦型な気もしてる。縦型やな。ワンちゃんこれウェブ曲げない仕様でもいけるかもしれない。流行ってますよね、ウェブ曲げない仕様もいける縦型のジャナックストラストシリーズ。全体にブワーッと見てもらって、はい、黒、赤、オレンジ系、ちょっとキャメル、ちょっとオレンジ系、でも全体的にまあ黒、赤が多いイメージがありました。はい、グローブコーナーなんですけど、ここを多分初心者とか、あの新入生がこうまずこう初めて使うとか、そういう時に購入して使う、まあ、入門グローブですかね。値段8780円です。野球始めるにはすごいいい値段だし、楽しさを知るっていうところで考えたら、こういったグローブもまずはいいんじゃないかなと思いますので。 WBC も優勝しましたし、まあ、僕はもう WBC の映像をね、使用していっぱい YouTube に上げて、たくさんの WBC 盛り上がりの手助けができたかなと思ってますので、WBC の熱をそのまま持っていって野球に、打ち込んでほしいと思います。今回は軟式用のグローブを、紹介しました。カムイスポーツ所沢店さんの各リンクなどはね、あの貼ってますので、チェックよろしくお願いします。ポイントカードが今アプリになったりしてますし、インスタグラムもありますので、見てもらって、こういう商品が入荷しましたって言ったらもうすぐに買いに行けるような、そういった新発売とかにも積極的に、まあ、投稿とかされてるので、たくさん見てほしいなと思います。たくさんフォローもよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 4月プレゼント企画、はい、ということで、ミズノのグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに、高校野球対応、一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょShoheiTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。